ことある。よう、レナ、精が出ますな。ああ、ケイチ君、どうしたの？事件発生の通報を受け参上しました。被害者はどこでありますか？事件って、ケンタ君人形がゴミ山で生き埋めになっているとの通報でしたが。なんだ、ケイチ君驚かさないでよ。冗談だよ、手伝うって約束しただろ。え、レナのために。で、どこだよ、ケンタ君は。こっち。この先か。うん、そうだよ。斧とかノコギリがいるかもな。もういいよ、ケイチ君。レナのためにやってるだけだ、気にするな。さすがに休憩。あのね、私家近いから麦茶とか持ってきてあげるね。見られた、ケイチ君に見られた。見られた。ケイチ君はきっと気づいてる。どうしよう。そっか、もっとレナが頑張ればいいんだ。日波沢ダム工事現場、作業員リンチ死、バラバラ殺人、あったんだ、やっぱり。犯人たちは被害者をナタやツルハシで滅多打ちにして惨殺、遺体を斧で6つに切断。ほら、ケイチ君、さっき斧とかノコギリが必要だって言ってたから。それでね、レナちゃんと持ってきたんだよ。悪い、ちょっと大げさに驚きすぎたな。うん、こっちこそごめんね。せっかく持ってきてくれたけど暗くなりそうだし、今日はもう無理かな。しょんぼりすんなって、明日だってあるんだぜ。また手伝ってくれるの？当然だろ。